裁きの家は三浦綾子の小説。単行本は修営者から1970年に出版された。もともとこの作品はテレビドラマ化を前提として書き表された作品であり、1970年と1973年に二度に渡り、テレビドラマ化された。サラリーマンの小田島健介は地方勤務が長かったが、本社転勤が決まり、 兄で大学教授の小田島博士の家の近くの社宅に住むことになった。そして母、久米は健介と同居したいと言い出す。この健介と博士の兄弟の二つの家族を中心に、それぞれの家庭に起こる様々な問題と、優子と滝江の二人の主婦の対照的な生き方を軸として各家庭に巻き起こるエゴイズムと、人は人を裁けることができるかといったことをテーマに、清彦。 週一、工事の息子たちの目を通した描き方で描かれた作品。テレビドラマ第一作は、1970年4月7日から、同年6月30日まで、関西テレビ制作、富士テレビ系列の、あなたの劇場の枠で放送。全13話、モノクロ作品。キャストスタッフサブタイトル1970年4月7日。 浮気への正体1970年4月14日、断絶家族1970年4月21日、ヌードと教科書1970年4月28日、浮気の相手1970年5月5日、スズランの花1970年5月12日、キロに立つ1970年5月19日、女の取引1970年5月26日、 家具のない家1970年6月2日、壊れた水亀1970年6月9日、目隠しされた女神1970年6月16日、殺意1970年6月23日、愛憎1970年6月30日、若いテレビドラマ第2作は、1973年9月17日から、同年11月9日まで、フジテレビ系列の、 ライオン奥様劇場の枠で放送。全40話。テレビ映画。カラー作品。キャストスタッフ。テレビドラマデータベース。さばきの家より。参考。読売新聞。朝日新聞。毎日新聞。京都新聞各宿冊版。週刊 TV ガイド。ありがとうございます。